方にかけ率いる部下は3000人。これがおーありがおーバラエのありがおー暴力非道のイギリスめ変に変わってやっつけろ。ありがおーありがおーぜひそうお願いいたします。日本品を仕入れたと分かると反感呼ばわりはされますのでいやどうも困ったことです。承知しました。その辺のことはご心配なく。じゃあお邪魔します。恐縮ですが裏の方からお帰りください。そうしましょう。じゃあどうぞ。じゃあという素晴らしい名前があるぞ。カンカン、わしは安くて良い日本品を同胞に売っておる。それがなぜカンカンなんだ。理屈を言うな。中国公認証を誓うか。誓います。必ず誓います。よし、では共産党として命ずる。中国資金1000ドルすぐに出せ。1000ドル。できたろ。可愛い兄貴ちゃんだな。しずこのお姉ちゃんよ。ありがとうございました。おっかさん。なんだい。どこ行っても日本人に使われてるからって何も言ってくれないんだ。あ、いいよ。後で私が買いに行くから。はい。ほれ、しずちゃんできたよ。まあ、かわいいお兄ちゃんね。はいね。お母ちゃん、これお兄ちゃんが作ったの。そうかい、それはよかったね。まあ、かわいいお人形ちゃんだね。しんちゃん、いいわね。よ、どうもすみません。あ、しんちゃん、お兄ちゃん、これお兄ちゃんが作ったの。おー、それはいいね。いただく、出かけ。あ、そのままでいいや、そのまま。ご苦労様ですね。
日本人クラブですか。え、今日はボイコットやボードのことで何か相談があるらしいんですよ。お母さん、行ってまいります。お願いします。じゃあ、すみません、さよなら。長官、パーク閣下ともあろう方が、たったこれだけで。これだけということはないだろう。ん？私は暴動の張本人として、あるいは善良な華僑の脅迫者として、またはだね、共産党員として、ここで新聞系を逮捕することもできるんだぞ。とにかくここは支那ではない。イギリスの領土であることを忘れては困る。まあどちらでもいいがね、君自身の一番安全な道を歩くことだね。これを持っていくから、何かの参考になるんだ。日本人がこのマレーに一人もいなくなることは、イギリスの最も希望するところだ。お母ちゃん、お兄ちゃんはそこまで迎えに行ってる？あ、遠く行くんじゃないよ。うん、日本人クラブでみんなが話していたが、暴動の張本人は共産党の陳文系だというのは本当ですか。うん、しかし陳はただ利用されているだけで、先導している本家はイギリスなんだよ。イギリス人というやつは紳士のような顔をしているが、そういう悪辣なことを平気でやる人種なんだ。なるほど、やつら叩き切ってやりたいですな。君の亡くなったお父さんも不正なことの大嫌いな人だった。その意気で君も一つうんと頑張ってくれな。はっ。安田さん、死んだお父さんは私のこんな小さい時から黒田節をよく歌ってくれましたよ。黒田節は愛国の歌だからね。国を思い親を思う、つまり大和魂の現れなんだ。だから日本人はこの精神を忘れちゃいけないんだよ。ことに僕たちのような移民はこの精神で常に日本人という誇りを失わずに、大いに海外に融資しなきゃいけないんだよ。
お兄ちゃんがいたらこんなことにはならなかったんです。日本人だよ。取り返しては恥じゃないか。静子ちゃんの敵は合法的に立派に撃てるんだ。合法的に。それは大変お気の毒でした。刑事部長殿の命令があり次第すぐに調査にかかりましょう。そんなのんきなことを言わずにすぐ逮捕してください。犯人は共産党の新聞系だと分かってんです。そういうことは私たちが直接調べなければ分かりません。所長殿の命令があるまで手が出ません。では所長さんに会わせていただきましょう。お願いします。会わせてください。所長殿はあいにく会議中で面会できませんな。家長が騒いでくれるのも結構ですが、マレー人やインド人が民族運動をやらぬのに用心が必要ですな。だが家長にももう少し騒いでもらおう。何度言われても会議中は絶対に面会は許可できませんな。会議はおそらく夜までかかるでしょう。ユタ君、帰ろう。パテポー刑事であります。おはい。何か用かね。殺人犯人を発見しましたので逮捕命令を出していただきたいのであります。おお、それは大手柄だった。いえ、私の時ものが刑事にご採用下すった所長殿へのご恩返しであります。あ、犯人は日本人の子供を殺した陳文慶という男であります。すぐ逮捕したいのでありますが。君は命令以外のことはするな。はい、はい。ユタ君、気を落としちゃいけないよ。はい。あ、僕はこれから矢田部さんと前後策を講じてくる。お母さんが待っているだろうから早く帰ってあげるな。はい、早く帰るんだよ。サリ、はい。もう一度言ってみろ。はい。な、はい。セコ。もしもし、パーク長官を呼んでくれ。パーク長官ですか。ジョンソンです。新聞系はご命令通りすでに香港に逃がしましたからご安心ください。
お前は誰だ。宮村、出てけ出てけ出てけ。それでも貴様、首藤が殺人犯人の逃亡を助けるのが英国の関係だ。いや、黙れ。チクショウ、参りましょう。みんな来るんだって静子を殺したんだ。僕はきっと命のある限り奴らに復讐してやります。そして静子の恨みを晴らしてやります。おっかさん、さよなら。おっかさん、うちに残ってお母さんの面倒見てやってくれ。嫌だ嫌だ、一緒に連れてください。どこまでもいつまでも連れて行きます。サリThank you.
波の戦地またにかけ生きるさは三千人これどけろ。
我が大英帝国の名誉にかけても逮捕しなければならない。軍からもスパイ嫌疑者として逮捕命令が発せられたからである。立て方刑事は、君はマレーの地理に精通している。そこで今回の捜査主任を君に任命する。は、ありがとうございます。誓って逮捕いたします。よろしい。では早速行動してまいれ。は、解散。所長、君たちは何か不満かね。はい。君たち英人警官は何にも危険を犯す必要はない。利用できるものは何でも 100% に利用すればいい。例えば第一にパテポー、また最近香港から帰ってきた新聞系のように。ドアこれで空がつきました。本当に大助かりでした。いや、何もお力にならないで。早いもんだな。宇多田君があんなことになってからもう10年になりますな。あの子はあんな人様に恐れられるような男になったりして、どうせどっかの山の中でのたれ死にでもするんでしょ。それでいいんです。お母さん、そんなに言ってお兄さんはかわいそうよ。お兄さんが悪いんじゃないわ。お前がそう言うがね、私は静子の仇なんか打たなくてもいい。ただの床屋でいいから私のそばにいてもらいたかった。安田さん、私は道江がかわいそうでね。今まで嫁にも行かず豊かの分まで働かせて、これももう27ですものね。いや、お母さん、豊君だって今にきっと立ち直ってくれる時が来ますよ。それまで待ってやるんですね。安田さん、もしも豊かに会うことがあったら、私や道枝が早く昔の豊かに帰るように神様にお祈りしていたと伝えてください。あら、変な男が。何もしやりません。じゃあ、お邪魔するか。ありがとうございました。いや。じゃあ。安田さん、ちょっと。あなたは、特務機関という大事なお役目を持ってらっしゃいます。どうぞ、お気をつけなさいますよ。ありがとう。気をつけましょう。ジェーマ様、
かげさまでうちの村ごともすっかり収まりました。お世話様でした。これで何の心配もなく働けます。 ありがとうございます。このご恩は一生忘れます。忘れません。おお、それはよかった。一生懸命働きなさい。おお、病気は治ったな。旦那様見てやってください。旦那様のおかげでこんなに元気になりました。大事に育てなさい。ありがとうございます。ちま、スリムが帰ってきました。うん。あ、ご苦労だった。旦那様、チンのやつが帰ってます。何、チンが？そして居所は分かったか？それがパテポーの野郎につけられまして。ああ、そうですか。それから旦那様、言葉の日本人はマレにいられなくなって15日の船でたくさん帰るそうです。何？僕の豚どもがまた日本人をいじめる気だな。おふくろ様も同じ船で帰られるそうです。サリー、はい、ちょっと話が。道井さん、ここ。サリー、サリーじゃないの。お兄さんは？お兄さんも来てるんでしょ？私が代わりに来たんです。代わりに？え、豊さんはお母さんや道井さんによろしくって言ってました。それからこれ、何かの足しにしてくださいって呼ばれたんです。お兄さんは？え、道井さん、私ちょっと他に用事ありますから失礼します。お母さんにどうぞよろしく。サリー、サリー、どうですか？では皆さん、そろそろ乗船しましょう。じゃあ、待てないで。じゃあ、どこ行ってたの？家に行っちゃった。お母さん、これお金じゃないか。こんなにたくさん、どうしたの？お兄さんから豊かが来たのかい？いいえ、サリーが届けてくれたのよ。サリーが、なぜこんなものを受け取ったんです？すぐに返しといて。だってお母さん、赤の他人からこんなものをもらうわけがありません。豊はもう私の子だと思ってません。お母さん、それじゃお兄さんあんまりかわいそうだわ。お兄さんは静子ちゃんの復讐をしてるのよ。お母さんは悪い子だと言うかもしれないけれど、お兄さんは取ったものを一つだって自分のものにすることはないって言うじゃないの。道へ、人間はね、まともな働きもしないで三度のご飯をいただくことが一番悪いことなんだよ。日本人として恥ずかしいことなんだよ。取ったものを一つも自分のものにしない豊か、なんで三度のご飯をいただいているというの。このお金だってまとものお金じゃないでしょ。豊かのしていることは悪いことなんだよ。お母さん、それじゃお兄さんがあんまりそのことはもう聞きたくない。豊かの話はよく、そのお金も早く返しておくれ。でもお母さん、もう受け取るまで早く返しておくれ。
この手帳には僕の一生をかけた仕事の全部が書き記してある。これを日本の特務機関長福原少佐殿に間違いなく渡してくれ。福原少佐殿はタイとマレーの国境バンブーの町におられるはずだ。いいな、頼んだぞ。はい、福原少佐殿に必ず渡します。それから今後は福原少佐殿に全てをお任せして十分働いてくれ。君でなければできない仕事はたくさんあるんだ。やります、きっとやります。うん、頑張ってくれ。伊達君、こんな嬉しいことはないよ。せーの、警官がうちを取り巻いてます。何、警官。はい、何、いない。あ、パティポ、あ、どうした。残念です、逃がしました。バカ、3年間のマライ通称だ。もし一歩でもマライの通称を踏んだ時には銃殺だぞ。銃殺。チン君、行こう。チキショウ、マラジンだと思ってバーするな。こちらが庁舎だ。よし、行け。
中惜しいことした神谷さん読んでみたら、小原翔太君、これで見ますと敵は我々の予想通り平津川のダムを爆破して我が軍の前進を阻止するつもりですな。うん。敵をやっつけるのは安いけど、兵が行ってはまずいですな。ガラス男、これは自分たちでやりましょう。できると思います。いや、しかし磯貝君、自分はこのダム調査にあった安田軍属の霊を慰める意味においても、危険を冒して手帳を届けた谷豊に爆破装置の破壊を命じたらどうだろう。少し任務が重すぎませんか。いや、自分はコタバルで最後に安田君に会った時に彼の経歴や性格を詳しく聞いたんだ。調査殿、谷はあの付近を詳しく知っておりますし、谷なればおそらく兵と違って容易に敵の懐に入り込むことができると思います。しかしどの程度まで谷は信用しているかね。だが自分はせっかくここまでやってきた谷を信じてやっていい男だと確信します。いや、谷のことは私もいろいろ知っとる。とにかく会ってみよう。岩井軍曹、はい、谷を連れてきてくれ。はい。連れてまいりました。ん、わしが福原だが、お前が谷か。はい、ご苦労だった谷。見ろ、はい、わしの部下たち、今を見てはああして心身を鍛錬するのだ。何のためにあるか、お前には分かるまい。死ぬために。生まれて
大気味の御前に一心を捧げることの幸せを知る者は我々日本男児のほかには世界中どこにもないのだ。自分は日本に生まれたことをありがたいことだと思っている。深田少佐殿、私は今日まで自分だけの復讐に生きておりました。安田さんが死ぬ間際に日本人としての死ぬ方法を教えてくれなかったら、私はいつまでもこのままでいたでしょう、安田さんは深原少佐殿に私の体を任せると言われました。私は部下と一緒に今までの罪の償いに働きたいんです。何でもやります。どんなことでも命じてください。谷、わしたちの仕事は誰にも褒めてもらんでもいい、誰も知らんでもいい、知らなければ知らないほどいいのだ。だが命じられたことはたとえどのようなつまらないことでもこれを完遂しなければならんのだ。これはお前にできるか。できます。私を信じてください。何でもいい、どんな辛いことでもどんな苦しいことでもやります。よし、神谷君、地図。はい。これがペラクア上流の団だ。英国は五中団の兵でここを守備しているが、皇軍が進撃すれば直ちに爆破できるように計画されている。このダムが爆破されればペラク州一帯は洪水になってしまうのだ。軍の行動に大きな支障をきたすばかりでなく、住民は途端の苦しみをしなければならない。ダム。はい。お前の任務は他にこのダムの地下道にある爆破装置を破壊することだ。できるか。できます。必ずやってみせます。よし、お前が任務を果たすか否かは海戦の初戦においてマレーに進撃する皇軍の勝利を左右する重大な任務なんだぞ。いいか、死に急ぎをするな。最後まで任務を完遂するんだぞ。今までのようなケチな仕事じゃないんだ。俺たちは日本の兵隊さんと一緒になってみんなを今日まで苦しめたイギリスを叩き潰すんだ。いいな、みんな最後の一人になるまで必ずやり抜くんだぞ。はい。貴様は破天荒だな。破天荒？まだつける気か。おい、ハリマオ、俺はもう刑事じゃないんだ。おい、ハリマオ、俺はもう刑事じゃないんだ。何？刑事じゃない？俺はお前を逃がしたばかりに3年間のマライ追放になったんだ。俺はあの腹黒い英国人に使われていたのにたった今気がついたんだ。ふん、ゴミのように捨てられてるんだろ。それが英国人のいつも使う手なんだ。ハリマモ、俺はハリマモじゃない。日本人谷豊だ。谷さん、私も連れて行ってください。私も英語人をやっつけたいんだ。パテポ、本気で言うのか。本気だ、本気だ。マライ人の一人としてあの憎い英国人をやっつけたいんだ。頼む、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 頼む。よし、一緒に来い。ありがとう。
ありがとう、ハリマ。いや、タニさん。お、みんな行くぞ。ありがとう、ありがとう。二手に分かれるんだ。爆破装置の破壊は俺がやる。イルマ。はい。ハッサン。はい。お前たち二人は俺と来い。パリポ。はい。サリ。はい。お前たち二人は残りのものを全部連れて。はい。はい。異国の豚どもが爆破装置の場所から離れるように。手に暴れて奴らを誘い出すんだ。はい。いいな。よし。では、行け。落ち着いてやるんだぞ。はい。さあ、みんな行こう。はい。よし、行け。はい、はい。ジョー、ウイスキー。はい。散らばれ、はい、散らばれ、
田君。はい。このダイナマイトは注意と跳ねりゃクールダムはおさらばさ。準備終わりました。エンジンかけっぱなしで待ってるからな。俺が勇気だ、行け、トラベス。ユタカさん、ユタカさん、
早く転化して逃げろ。谷さん。何？これ。どうした？私だけになりました。そうか。なあセリフ、お前たちはよく今日までこの俺のような人間についてきてくれた。礼を言うぞ。俺はな、喜んでマレイの土になることができる。
日本軍はな、敷地のようなイギリスの手からこのマラリをアジアに取り戻そうとしてるんだ。お前たちマライ人は今こそ日本軍について立ち上がる時が来たんだぞ。お前は足し取りぽっちになってしまった。しかしお前の体の中に通ってる血は永久にお前たちの仲間の屍を踏み越えてこのマライに残るんだ。いいか、このことは決して忘れちゃいけないぞ。今ね、必ず日本から神の風が吹いてくる。大ちゃん、大ちゃん、よくやってくれた。安田君も地下できっと喜んでるだろう。谷、今日お前は軍属として軍に採用の許可を下りたぞ。名誉のことだ。谷、今度の働きをわしからお母さんに知らせてやろう。お母さんがお前の今度の働きを知ったらきっと喜んでくださるだろう。お前たちはよく今日までこの俺のような人間についてきてくれた。礼を言うぞ。俺はな、喜んでマレーの父になることができる。日本軍はな、敷地のようなイギリスの手からこのマラリをアジアに取り戻そうとしてるんだ。お前たちマライ人は今こそ日本軍について立ち上がる時が来たんだぞ。お前の体の中に通ってる血は永久にお前たちの仲間の屍を踏み越えてこのマライに残るんだ。いいか、このことは決して忘れちゃいけないぞ。
何で必ず日本から神の風が吹いてくる。大ちゃん、大ちゃん、よくやってくれた。じゃあ、たくんも疲れ、きっと喜んでるだろう。谷。お前の今度の働きを知ったら、きっと喜んでくださるだろう。立派な戦士だ。谷は今安らかに死んだ。お前たちの仲間もまた立派に戦って死んだ。皆はこのマライに、皆全島の隅々に明るい幸福な太陽の輝く日の近づいたことを信じ、尊い命を捧げ、日本軍に協力して喜んで死んでいったのだ。谷は死ぬ時にお前たちに何と言ったか知っとるか。皆は自分たちの屍を乗り越えて前進しろ。日本軍に協力して米英を倒せ。谷はこの言葉を残して死んだのだ。谷の肉体はなくなったが、谷の魂は生きている。お前たちマライ人の父親の中に脈々として生きているはずだ。はい。お前たちは谷の魂の権化となって、東亜の兄日本にどこまでも協力して、今こそこのマライをあっちイギリスの手から解放するのだ。日本が勝つことはお前たち自身の幸福のためだぞ。分かったか。はい。我々は今こそしっかり手を握り合って、米英を全東亜から追い払わねばならんのだ。はい。Singapore, Singapore.